あいつにはできれば話しかけたくなかったけど、あいつなら古見さんとも仲良くなれるはずだ。じゃあまた後でね。じゃあね。お佐野さん。はあ、どうしたんだい急に。君の幼馴染、幼馴染に何か用かな。ただのくん。と古見さん。え、あ、いたんですか古見さん。彼女は幼馴染、僕の中学時代の同級生です。彼女。あれ、お前なんでスカート履いてるの。何言ってんのかな、ただのくんは。僕は女だよ、スカート履くのは当たり前じゃないか。それともスコットランドの民族衣装。そうじゃなくて、中学の頃は男だったよね、学ラン着てたよね。何のこと、勘違いじゃない。まったくただのくんはそういうとこあるね。いや幼馴染にはそういうところがある。性別不明、言動が一致しない、虚言癖、そして何より。なじみ、昨日のあれ見た。おお、川の水全部抜くね。なじみ、部活見学一緒に行かない。あー、ごめん、明日でもいい。オッケー。なじみ氏借りてた小説。ああ、ビエスズね、どうだった。じゃ、なじみ氏、大衆の前でラノベのタイトル言うなし。驚くべきは、このコミュ力。それ、結構恐ろしいの。この前言ってた雑誌の。幼馴染、もしかしてこの人たち。え、もう幼馴染出たよ。っていうか、この学校の生徒全員僕の幼馴染だから。つるつるいとかつぶやく君